はい、七尾市の女性の方からいただきました断水解消のメドが知りたい、1週間後なのか、1ヶ月後なのか、はたまた半年後なのかという質問を今あの、輪島、鈴、洲、能登、穴水、七尾、下で、ほぼ全域で断水が続いている状態なので、はい、本当、先ほどの,あのお風呂の話もありましたけれども。はい 水って生活にも生きていく上で欠かせうですで、ね、必ず必要ですし、うん、確かに解消のメド分からない状態というのがい対知りたいところですから少しずつ解消はされているんですけれども、うん、七尾市に関しまして中能登町の金丸から七尾市中心部までの16キロで漏水解消の作業をしていて2か月ほどかかる見通しだと。 金丸まではあの通っているけれども、はい、通水しているけれどもその先、七尾市中心部に向けてまでがで、ね、まだあの作業中だということなんですかなかちょっと時間もかかりそうではありますねうそうですね。うん まああの本当にね多分もう人員も限られている中で皆さん本当一生懸命作業されていてしかも今雪の降る季節でもあります,す、ね、除雪してから作業ですとか土砂災害の起きたところではその土砂を取り除いてそのちょっと通水こう なんかその缶がずれ、ね、ているところをまず見つけなければいけないですとかす、ね、本当に時間のかかる作業ですので本当あの一刻も早くというお気持ちも分かりますしでも頑張っていらっしゃる方もいらっしゃいますもう本当にこれはもう天気の、ね、安定などとかそういうのを、ねうね、願うしかないかなという感じもしますよね,すね、はい、続きまして白山市の40代女性の方からいただきました。こちらです、はい 人工呼吸器などで使用している方は災害時の停電の際、優先的に避難所で蓄電池などを使用させていただけるのでしょうか、また医療ケアが必要な方は病院に避難すればいいのですかという質問ですこういった情報、本当に気になりますよねそうですね、うん、本当に命に関わることだったりしますから、ねはい、あの薬が足りていないですとか、うん、本当持病を持っていらっしゃる方ってもうどうしたらいいのかなって不安でしょうがないと思うんですよね。うんうんうん どうでしょうか。避難所での聞き取り調査を行った上で、リスクの高い方に対して順次病院へ搬送をしているということでした。はい。あの石川県保健福祉部医療対策課という電話番号が。が健康福祉部ですね。失礼いたしました。うん、健康福祉部医療対策課です。 0762251431、うん、まで連絡してみるのもいいかもしれません。不安なこととかねあの今忙しいからこれ聞いてもいいのかなと思っちゃう方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、うん、少しでもねあの不安を取り除くためにこういったところであの実際にこう相談していただいて解決策を一緒に話し合っていくというのも、ね、大切なことなんじゃないかなと思います。 はい続きまして、うん、鹿町50代の男性の方からいただきましたこちらです、はい、電気は通っておりますが断水のためお風呂と洗濯には困っていますですが自衛隊や全国から応援に来ている水道局の方々のおかげで非常に助かっておりますただ家族や親戚がいない一人暮らしの高齢者の方のお風呂を何とかしてもらいたいです移動式のお風呂があるのかどうか知りたいという質問でしたなるほど やっぱりあのお年寄りの方とかあのなかなか、ちょっとそういった、ね、あの水道局の方々が来てくださっても、うん、その、ね、提供される場所まで行けないあそうありますよね七尾市の避難所には水再生装置というシャワーがありまして、うんはい、こちら、七尾市を循環している大阪市のイベント企画会社 えー、ハッチプランニングさんというのがありましてシャワーセットというのは、うん、去年の秋田豪雨やトルコなどでの大地震の被災地でも活躍したということですあの今回七尾市の避難所ということですけれども、はい、他にも鈴市、和島市、能登町、穴水、鹿町などでも こういったシャワーセットというのを提供している場所もあるということです。うん、これはあの移動できるということですね。可動式のシャワーセットですね。うん、避難所には設置されているということでした。<laughs> うん、こうやってあの困っていらっしゃる方の声が届けば、あのそういった移動式のシャワーセットなどをその被災地にあの届けてくださる方がねいらっしゃるかもしれないということですので、まずはその気持ちを伝える、今困っていることをこうやって発信するっていうことがね大切になって。 来るのかもしれないですね、はい、テレビ金沢では皆様からのメッセージや質問またそれらに対するアドバイスも含めて皆様からお待ちしております。